画面越しの YouTube ユーザーの皆さん、こんばんは、ホッピーです。プロセカ生放送、お疲れ様でした。ちょっと、喉は枯れちゃってるんですけど、いつもこの生配信中は叫んでるんですけど、今回、まあ、特に今回ですね。もうたくさん、皆さん、頭パンクしてると思います。僕も、まあ、パンクしてんだけど、まあ、そのぐちゃぐちゃになってる脳を整理、整頓、するような形でね、ギュギュッとまとめて動画にしていこうかなと思いますので、最後までお付き合いしてくださると幸いです。ぜひ、チャンネル登録の方もお待ちしております。まず、ワンダホイチャレンジですね。ワンダホイチャレンジの時は、事前にね、今回、ちょ、ツイッターのトレンド強いやついねえかな、みたいな、たまにいるんですよ。本当に1位の座譲ってくれないトレンド。ですが、今回見た感じ、コロコロ変わっていましたので、いけるかなと思ってたら、なんと、開始10分、決着。皆様月に1回ね、クリスタル500個もらえると思いますが、あの500個はね、実はツイッターのね、プロスカユーザーが頑張って、獲得している。ツイッターやってない方はツイッターやってる豆腐にね、感謝を込めていきましょう。500個全ユーザーにプレゼントです。そしてゴールデンウィークが5月入るとあると思いますが、もちろんプロジェクト世界遺産ログインキャンペーンございます。毎日ライブボーナスドリンク第をプレゼント。さらに10日間ログインで5アイテムがもらえる。いつも何かしらログインキャンペーンあると思いますが、期間中ログインしますと無料で獲得できますので、ログインの方も忘れないようにしていきましょう。誕生日ライブ開催スケジュールについてですね、動画でも紹介したと思うんですけど、4月末から東雲エナお姉ちゃんの誕生日、そして5月と、はい。まあ、いわゆるピアノ組と言われている3名、立て続けに来ます。はい。で、青柳とは、まあ、後ほどまた紹介するんですけど、ビビバスの箱イベもおそらくここなんですよ。バチバチに被っているというね。箱イベの方の青柳とは君は星何で来るのかと。ちょっと気になるところではございます。一歩間違えたら、東屋推しのお財布事情がね、寂しくなる可能性が、ものすごくありますが、ライブに参加して限定称号、そして限定アイテムの再販もございますので、皆様ゲットしていきましょう。はい、それではアップデート情報が、情報の数は少ないんですけど、内容が待ちに待った内容といった感じで、5月より過去の期間限定ガチャが復刻されます。はい、来ました。1年と2ヶ月ぶりに僕こちらのオートリーエムちゃんね、所持していないと。何度イベントの時にミステリアスタイプのエムちゃんがいなくて後悔したのか分かりません。期間限定は後にものすごく必要な場面が来ると、私身をもって知っていますが、5月なんですよね。誕生日あるし、いろいろと忙しい5月。期間限定も復刻してくると。これやってます。クリスタルがいくらあっても足りん。ソータアップデート、絆ランク24種の組み合わせが追加されます。急に増えた。サキちゃんとトウヤくんだとか、ホナミちゃんとかなでちゃん、あと個人的には1年 A 組、アンちゃん、はるかちゃん、アイリちゃん、エナナン、ルイくん、みずきちゃん、いや、多いな。ユニットストーリーやイベントストーリーで絡んでた、あんな組み合わせやこんな組み合わせが24種追加されますと。やり込み量がめちゃめちゃ増えた。また編成もリーダー、サブリーダーでね、どんどん組みやすくなっていくのかなといった感じになります。そしてその他のアップデートとして 3D モデルの解消度が上がります。これね、地味に嬉しいです。はい。まあ、容量問題あると思いますが、まあ僕は言うて 3DMV ね、人一倍は見てると思いますので、細かな衣装の解像度が上がると、また MV のクオリティが十分高いと思っていましたが、もっと高くなっていくのかなと思います。他にはランクマッチの第2回のプレシーズンが開催の方が決定いたしました。こちら予定とは少し違ったんですが、まあ、第1回のプレシーズンで、まあ、調整したところを第2回で、しっかり調整できているのかという確認の場だそうですので、6月に本シーズンが始まるのかなと思いますので、まあ、今しばらくランクマッチ本シーズンはお待ちしましょうといった感じになります。ポカリスエットコラボ開催決定、5月9日より。5月忙しくないか？まだまだ情報あるんですけど、5月がね、すごいんだ。本当に。本当に5月すごいんだ。ゴールデンウィークももちろん忙しいし、ゴールデンウィーク後も忙しいといった感じで。またまた今年もポカリスエットコラボが開催の方が決定しております。また YouTube の方に PV とか上がる感じなのかな？コネクトライブ、ビビットバットスクワット、ファーストクラッシュ。はい。2020。しょっぱなビビバスだった。もうほぼリアルバーチャルライブみたいな、ちょっと何言ってるかわかんないんですけど、こちら公演時間がかねてより言われておりました。1時間、そして同日で3回の開催、優勝チケット1枚につき1公演分の公演を見ることができるといった感じで。いやー、ビビバスでね、聞きたい曲たくさんあるんですよ。特に幽霊東京とか、ゲーム内では 3DMV 実装されてない曲もフルで全然出てくる可能性があるとのことですので、こちらを6月入ってからの楽しみのうちの一つですよね。で、あとなんだっけ、世界シンフォニーとね、日付が丸かぶりと、まあ、ただ時間的には絶対かぶらない時間が現れるとのことですので、まあ、1日かけてプロセカデイにすることもできますよと声優さんがおっしゃっていましたね。超高難易度楽曲コンテスト、プロセカアルティメット。はぁ、ちょっと何言ってるかわかんないんですけど、期間内5月1日から7月31日にかけて、難易度33から36楽曲を目安にした、曲を募集しますよ。プロセカネクストみたいな感じで公募、といった感じで、ハッシュタグをつけて投稿すると実装されるかもしれませんといった
感じになりますと、縁がない話です。はい。33から36をなぜ3曲も増やそうとしたのか、しっかり何もフルコンというかクリアすら僕はできてないんだけど、まあプロセカといえば音ゲー部門の方でもね、高難易度がどんどん追加されて栄えてると思いますが、さらに3曲今後追加されますよといった発表が事前にあったといった感じですね。そして公募といえば未完成参加、シャイトさんの作品が今回プロセカネクスト採用作品として発表されました。おめでとうございます。はい、もう曲調を聞いた感じ、まあネクストの曲って難しいとよく言われるんですが、もう予想しますよ、難易度29か30ぐらいですね。うん。でミルククラウンオンソーデチカみたいな譜面が飛んでくると僕は軽く思ってますね。うん、ですね、楽曲追加情報なんと10曲ございますので、もうここ時間とってもあれなんでサクサク進んでいきますが、まずこちらもかねてから言われておりましたブラックロックシューター、放送記念タイアップログインキャンペーンといった感じで、アバター衣装なりきりセットを期間内にログインした方すべてにプレゼントされます。そしてタイアップ楽曲としてブラックロックシューターの方も追加されます。はい、妄想鑑賞大賞連盟、はい好きな曲来たわ。うん、しかも世界バージョン25じゃないとことで、かなでちゃんとエラなんか歌うんですよ、原曲 MV 付き。あんまりこの2人で歌うっていうのをそもそもあったかどうかもってレベルなんですけど、そしてワンダフルオポチュニティさん、リモコン追加 3DMV 原曲 MV ございませんが、大鳥 M 草薙ねで鏡ねりん鏡ねれんといった保持団組、こちらも久々に来たよね。あ、もちろんバーチャルシンガーバージョンもございますよと。そして朝顔のチルコ、夏だわ。うん、夏が来たと。なんていうの、この楽器はセミの音って言えばいいのかな、夏の音がものすごくいいんで、ぜひ一度、まあ、追加された時にでも聞いてみてください。星野一華、そして望月ほなみちゃん、初音ミクといった感じで、まだまだございます。カップヌードルコラボ、皆様覚えていますでしょうか。僕はめちゃめちゃ記憶新しいんですけど、なんたって実写動画でチリトマト食ってたし、なんと5曲立て続け、忙しい、追加されます。ラインナップこのような感じで、まあ、最終日サラマンダーなんですが、さすがに一番楽しみなのは徳川カップヌードル禁止令ですね。はい、初見で見た時のカイトさんの顔忘れんもんな、あれ忘れないマジといった感じで、計10曲の追加が決定しております。それでは最後に書き下ろし楽曲の情報に入る前に、まあ、事前情報として前々から言っていましたが、ワンダッシュ配信でイベントの日程の発表もあれば、月始めのイベントになるんですが、発表が5月カミングスーンとだけでしたので、4月末から始まるチアフルライブ、そして限定、こちら混合イベントになると思われます。はい、誰が来るか一切予想できてないんですけど、うん、まずおそらく5月中旬のイベント、モアモアジャンプ書き下ろし担当ゆりかのんさんになります。いやー、モアモアジャンプとどうなるんだろうという興味がものすごくありますが、プロセカ実装曲ですと誰かの心臓になれたならと、まずモアモアジャンプの楽曲書き下ろしが発表されました。続いて5月下旬のイベントになると思われます。ビビットバットスクワット書き下ろし担当北木達也さん、そして春巻ごはんさん、あ、こちらがですね、おそらく伊藤健人さんが発表したんですけど、で、まあ、声優さんが発表した方がバナーになると、まず東野くんバースデー被ってると、プラスですね、あの PV 皆さん僕3回ぐらい見させていただきましたが、ここのライトの部分の色がアキト以外の小羽ちゃん、アンちゃん、東野だと。はい、そしてそのライトがどんどん照らしていって、最終的にオレンジ色の、しかもこの後ろの、ね、月のマークの、なんかここもなんか見たことありますよ、なんかアキトじゃねえかとバナーアキトでしょうね。まあ、伊藤健人さんが発表しましたが、まあ、ジンクス的な部分破っての PV のアキトっぽさがすごすぎたんで、はい。5月下旬、アキトバナーの可能性が非常に、いや、まあ、僕はそのくらいの気持ちで覚悟を決めなきゃいけないのかなと思いますが、はい。といった感じで、まあ、軽くイベント情報の方をまとめると、混合イベ、ももちゃん箱イベ、ビビバス箱イベ、そして箱イベのバナーはおそらくはるかちゃんとアキト、の順番になるのかなと、はい、思われます。以上になります。まあ、今回はちょっとアップデート、そして、書き下ろし、追加楽曲情報、など、ちょっと脳をパンクするような情報が多かったので、まとめさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。ぜひ皆様の感想もね、コメント欄に残してくださると幸いです。いやー、疲れた。今後もプロジェクト世界、盛り上げていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。